逆転美人、世界で一番透き通った物語、何かがされてるわけ。この本には驚愕、とんでもないことが起きてるぞ、私は美人すぎです、美人がゆえにこんなにひどい目にあったんです、どうですか？ある段階で秘密が明かされるわけですよ。これはね、大変なことですよ。本当にね、小説を書いたことのある人ほど驚愕ですよ。ということで、千葉君、今日の本を2冊持ってきまして、どちらもここ最近超話題、ネットでぜひ調べてください。一つは逆転美人、去年10月に出た本です。もう一つ、世界で一番透き通った物語、これが今年の5月に出たばかり。でこれがですね、まあ、読みましたよ僕、もうね、驚愕で、さっきタイトルに出しましたけど、多分、まあ、普通に読者読んで驚愕、さらに小説書いてる人とかその何倍も驚愕だから、小説書いてる人ほどとんでもないことが起きてるぞって思う、すごい本ですよ。でまずそれぞれが、まあ、どんな本か、物語の内容をまず説明します。でその後に一体これは何がそんなにすごいのかっていうのを、一応ネタバレはできないので、千葉くんにだけチャラッと教えますんで、ぜひ千葉くんのね反応で皆さんやばさレベルをね測っていただければということです。じゃあまず話の内容を説明しますよ。逆転美人、これどんな本かっていうと、私は超美人ですっていう入りから始まる。私は実は今世間を賑わせているある事件の被害者なんです。ある女性が書いた手記で、しかもその手記のタイトルは逆転美人っていうタイトル、この本と同じタイトルでね、そのある事件とは何なのか語っていくわけ。その自分の反省とともに、その反省が面白くて、私は美人すぎですと、皆さんは良かったねと思うでしょうと、違うんですと、美人がゆえにこんなにひどい目にあったんですという反省を語るわけで、読むと確かにね、美人がゆえの不幸な出来事がたくさんあるわけ。幼少時からなんか男に狙われたりとか、学校の先生にブルマ取られたりとか、その美人がゆえに男の子が好きになるから、その男の子が好きだった自分の友人が自分のこと嫌いになったりとか、でいじめを受けたりとか、で成長してもやっぱり不幸続きなんだと、美人がゆえに。ただ自分はそれで結婚して娘もできましたと。ところが娘もまた美人なんですと。その娘の美人さゆえに、娘の先生が実はある事件を起こしてしまって、私たちはその被害者なんですって書いてる。内容からするとまあまあそうなんだと、面白そうだねっていう話じゃないですか。ところがある瞬間からネタバラシがあった時に、ノワって声が出ますよ。ノワって思いますよ。これがこの大塩さんの醍醐味です。これは逆転美人、どうですか？今のところはね、そのノワの部分が何だったのか、ちょっと見て、そのねノアに気づくかどうか、こうパラパラっとめくってまず気づくかどうか。伝説級トリックを学べますか？はい、まあ普通の本でしょ。そんなには分かんないですね。ところがもうすでにトリックにハマってるわけですよ。じゃあいきますよ、ネタバレ。読んでいくじゃない、途中で。実は皆さんが読んでたのは、つまりあるこう企みを持って、驚きレベル、じゃあ手で表してください。どうですか？触れてますね。だこれを全部ね、全部ですよ。もちろん驚くじゃない、すごいなと。さっき言ったこう書き手ほどよくこんなことしたなと。この労力やりたくないよ。だって最初から最後まで全部やばいでしょ。だからこれはただ世に言うリアル本じゃなきゃできない。電子だとね、これは逆転美人も衝撃ですよ。さて皆さん、今年5月に出たこれですよ、世界で一番透き通ったもの、これもまたやばいんですと。内容を説明しますよ。これは主人公がいて、主人公は母子家庭でお母さんが亡くなってしまったと、一人暮らしになりました。その時自分の父親がいるんだけど、その父親も亡くなったんですよって知らせが来る。でその父親っていうのは実は超有名な、まあ、ミステリー作家だったと。そのミステリー作家は自分のことを認知せずに、まあ、母親を産んで別々に暮らしてて、しかも会ったことも一度もないとっていう話。ただなんでじゃあ自分のところにそんな話が来たかというと、そのミステリー作家側の家族がいて、
亡くなったミステリー作家の子供、主人公にとっては、まあ、義理の兄弟になるのかな。その義理の兄弟がコンタクトを取ってきて、いや実はねと、うちの親父が最後に書いてた小説があるんだと。それが書いてたはずなんだけれども見当たらないと。その執筆ノートっていうかさ、どこ何日何書いたみたいなのは残されてるんだけど本編がないと。お前知らねえか、初対面なのにね、嫌なやつなんだけど、まあ、当然主人公は知らないし、どうやら自分の母親もあえてそのね亡くなったミステリー作家とは距離を取ったと。自分の子供に会わせないようにしてたからさ。で自分知らないよと言うわけじゃない、本人はさ。ただ探そうぜって話になる、その本を。なぜなら有名なミステリー作家だから、亡くなってそのね遺構が発見されたとなったら売れるだろうと。まあそれはそうだよねっていうんで、お前もねいくらかお金になるからやれよって話になって、まあ半ば仕方なくなんだけど、主人公は何か一度も会ったことね、父親の後を追うようにね、影を追うように遺構についてどこにあるんだろう、どんな話なんだろうっていうのを探っていく、探していくって話なんです。でこれも読んでいくんですが、ある段階で、まあ、最後の方に秘密が明かされるわけですよ、この本に関する。これはね大変なことですよ、自分が。これだから読んで僕は思いましたよ、印税上げてくれって、この作家に。あのね 8%10% じゃ済まないぞと。こんなことしてるんだったら半分ぐらい上げた方がいいんじゃないかみたいなぐらい、さっきと同じですよ、書き手ほどなんてことしてくれたんだとって話なんですよ。じゃあさっきのパターンいいですか、またちょっとちらっとだけ見せますから。多分気づかないと思うけど、僕は4分の1読んで気づきました。ただなんでそんなことをしてるのかは分からなかった。何かがされてるわけ、この本には。何かは分かったけど何の意味かは分からなかった。どうですか、まあ、普通の、まあ、普通の本ですよね。いいですか、言っちゃって。これね、でそれ分かったんだけど僕もね、そうそうそう、でしょでしょでしょ、これが分かんなかったの。何のためにその、でこれは語られます。まあじゃあネタバレだから一応しんどくんだけど教えますけど、っていうねことなんですよ。やばいでしょ、これ大変なことですよ。途中読んでて、まあ4分の1読んで気づくじゃない。いやそっからさ、ぶっちゃけ辛くて、いやもう大変だなと思って。いやでもね本当にね、小説を書いたことのある人ほど驚愕ですよ。息が詰まる。ぜひねこれはもう読んで体験してほしい、この凄さをね。だから言っちゃうとさ、なんだ立ち読みしようみたいに なると、作者への、ね、その努力のさ、僕は刺さりますよ、作者にそんなことしたら、なんてことしてくれたんだみたいな。ぜひね興味持った人はね読んでほしい。でこれもまた紙の本じゃなきゃ絶対にありえない。ちなみに言うと、この世界で一番好き取った物語は、以前の動画にも話しましたけど、ツイッターでこの本を紹介している人が、この変な本は変な本対象決定会議でぜひ取り上げられるべきだと言われたので取り上げました。我らが取り上げるべき本だったと。まだまだねこういう本をたくさん紹介したいですね。ということで、さよなら。